はい、皆さん、こんにちは。ロバさんの番組、番外編ということで、随分長く番外編が続いてまして、毎回10分動画をお送りしてるんですけども、7月13日月曜日配信分ということになってます。まあ、今日も10分動画を、これは7月、今日は9日の木曜日に録画をしてます。まあ、といっても今回は別に今日が何日だろうが、関係のないようなわらしべ長者というタイトルになってます。で、来週なんですけど、7月20日は、ちょっとお時間をいただきまして、スタジオの方から久しぶりに30分ぐらいやらせていただきたいと思います。また改めて告知の方させていただきたいと思います。まあ、今日ですね、わらしべ長者ということですので、まあ、早速始めさせていただきますけども、まあ皆さんご存知かと思うんですが、わらしべ長者は、奈良県に伝わる話のようですね。まあそんなイメージで入っていきますけども、まあ、昔々あるところにということで、何をやってもうまくいかないって貧しい男がおったそうなということなんですね。まあこの男ですけど、他の昔話のように浦島太郎とか名前が桃太郎とかないんですね。まあ終始男ということで、まあ簡単に流していきますとね、観音様に願をかけるんですね。まあそうしますと観音様が現れまして、お堂を出た時に初めて手にしたものを大切にして2周行くようにとこう言われまして、まあ男はそれを聞きましてね、お堂出た途端、すってんころりんということで転びまして、一本の藁を手にする。で、それを持って西に歩いていきますと、アブが飛んできたので、藁で縛って、引き続き歩き続けた。そうしますと、泣きじゃくってる赤ん坊がいまして、これを藁にアブつけた形であげたんですね。まあ泣き止んで。で、まあそうすると母親がお礼にってことで、みかんをくれたわけですね。で、これまた行きますと、木が、お金があったので、そこに腰掛けてみかんを食べようとすると、後ろの方で金持ちの付き人のような人が、まあお嬢様に水を、まあ具合が悪くてね、お嬢さんバテてしまってて、水を欲しがってる。まあそこでみかんを渡すと代わりに上等な絹の反物ですね、くれまして。みかんが反物になったもんですから、まあ上機嫌になって歩いていくと、まあ倒れた馬を解放してる男がいまして、この男に、まあ馬と反物を交換だと言われましてね、この死にかけの馬を、まあ、強引に引き取らされてしまう。この男は、まあ、この馬を解放しまして、買い合って馬が元気になります。で、馬を連れてですね、まあ、西へ西へ城下町に入っていくわけですけど、まあ、そうしますと、まあ、長者の家にですね、まあ、門番がいるんですけど、その若い門番がこの馬に目をつけまして、ご主人を呼びまして、素晴らしい馬だということで、この長者様が、千両でこの馬を譲ってくれというわけですけど、ここでですね、二パターンあるんですね。まあ一つは、旅に出ようとしている長者、まあこの屋敷のご主人が、代わりにここに住んでくれと。もしも戻ってきたら、まあ戻ってくるかもしれないし、戻ってこなかったらずっとここに住んでくれという形のもの。で、私今回、漫画日本の昔話のバージョンが好きでですね、まあそちらの方を採用しようかと思いますけど。まあこちらのパターンはですね、この長者がこの馬を千両で買うっていうんですね。で、そうしますとこの男がびっくりして失神してしまうと。で、まあ金額に驚きましてね。で、この長者の娘がこの男を解放しまして。で、この男がこう気がつくんですけど、まあなんと以前みかんをあげた娘だったんですね。で、まあその経緯を聞きまして、この長者が大層男を気に入りまして、まあ馬もそうなんですけど、この男にですね、娘を嫁にもらってくれというわけですね。で、男は、わらしべ一本からこの屋敷のご主人になった、めでたし、めでたしと、そういう話なんですけどね。これですね、ものの交換というものは、例えば、このエピソードを利用した、よくバラエティの番組でも商店街とかね、こう人に集まるところに行きまして、自分の持ってる腕時計と、相手になんかもうちょっといいものと交換して、どこまでいいものに変わるかっていうようなことを言ってますけど、あくまで経済学的に言ってもですね、こう錬金術の、まあそういう話で言っても、交換っていうのは等価交換なんですね。そもそもこれをおさらいしてみますと、最初にどう言われたかっていうと、観音様からの告げで、とにかく最初に手にしたものを大切に、西へ向かいなさいと言われたんですね。で、途中でアブを振り付けたりしてたんですけど、この男は泣きじゃくる赤ん坊に遭遇したわけです。で、これ何をやっても泣き止まないので困っていたら、子供がアブに気がついて、こう、笑い出したんですね。で、その時にこの男は大切なこのわらしべをあげてしまったらどうなのだろうかと思ったんですけど、大切にするというのはこれを見て喜んでいる子供が幸せになればという。無条件に差し出すわけですね。で、この男は
手ぶらになってしまうわけです。でそうすると母親が何かないかということでたまたま持っていたあのみかんをくれたんですね。次にこの水を欲しがっていたお嬢さんというのも最初水がなくて困ったなということでこの男もいや水はないなということで困るわけですよね。で自分が食べようとしていたみかんをですねいやこれ水分だからいいんではないかということでお嬢様に差し出すと、それによって元気になりまして、でこのご恩は一生忘れませんということでたまたま付き人お金持ちだったもんですからね持ってた上等な機能というものもそれにふさわしいことだったと、そういうことなんですね。後からもらったということなんですね。でこの時男は調子に乗るんですね。わらがみかんに、みかんが反物になった、あこれは観音様のお金だということで上品に歩いていくと、今度盗賊みたいな男が死にかけの馬を交換しろということで半ば強引に反物を取られてしまうわけですね。もうほとんど価値のないようなものですから、でがっかりするかと思えばこの優しい男は解放した、まあ、こういったことが続いていきましてね、結局この物の物々交換というのはその時々と言いますと等価交換なんですね。でそれを持ったものをとにかく大切に地面へ向かってこう歩いていくと、それにふさわしい、ね、境遇が目の前からこうやってくるっていうような、まあ、そんな気づきのお話ではないかということです。でこれもう一つのパターンのそこに住み続けて帰ってご主人が帰ってくるかどうか待っていてお金持ちになってしまったというお話ですね。でそのパターンもあるんですけど、じゃあこの馬に乗って旅に出た元のご主人帰ってこなかったんですけど、家屋敷そういったものをこの男に、差し出しましてね、馬に乗ってどこに行ったんでしょうって、そういうお話なんですね。そういうことを考えてみますとブータンに似たような話もありまして、アラスベ長者と全く逆の流れになっていくんですが、まあ、それを最後に話して、まあ、ちょっと何かのヒントになればいいかと思います。でこれもね、ある昔々あるところにっていうのは、これブータンの話です。奈良県ではなくて。ヘレーおじさんっていうね、おじさんが住んでたんですね。で、まあ、このおじさん、畑仕事してたら、切り株の下から大きなトルコ石が出てきます。宝石なんですね。で、このヘレーおじさん、喜んで、これそのままもうお金に変わるからってことで、市場に売りに行こうって歩いていくんですね。でそうすると向こうから牛を引いてくる人がいまして、でこの相手の牛宝石と交換してくれって言われまして、まあ交換したみたいで、牛を連れて歩いてると今度は羊を連れた人に交換を言われて羊に帰ると、でこう言うと今度鶏持った人に交換してくれて、どん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 鶏を、まあ、羊と変えて抱えて歩いていきますと、向こうから今度は歌を歌いながらこう機嫌よく歩いてきた人と出会いまして、でその歌を歌ってる人ですね、こう鶏をくれたら歌を教えてくれるよってことで歌を教わりまして、でその歌のお礼に鶏を渡してしまったんですね。で手元に何もなくなったもんですから、このヘレおじさんは歌を歌いながら家に帰ってきまして、いや何も手に持ってないことを気がつくんですけど、どん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 小さなものに変わって最後には手に何も残ってないって話なんですけど、実はこれ続きがありまして、どう思いますかね皆さん。このヘレおじさんですけど、その後がありまして、でこの教えてもらった歌を歌うんですね、毎日毎日。そうするとたくさんこう人が村人が集まってきて、そのおじさんの歌をこう喜んで聴くんですね。でそうするとこうみんな幸せになる、そういうことで、まあ、村もおじさんも幸せになった。でお金はいくらこう物とかねあっても、まあ、それはそれで幸せなのかもしれないんですけども、本当に幸せなものは何だろうねっていう、まあ、そういうような謎かけのようなお話でした。まあ、わらしべ長者ではない話で終わってしまいましたけども。まあ、このところね、まあ、災害のこともありますし、まあ、コロナのこともありますし、ちょっと、ともするとね、暗くなるようなお話がありますけども、まあ、こういうような話もたまにはいいのではないかなと思いまして、やらせていただきました。ではまた来週はちょっと違ったネタで、今度はスタジオの方からやらせていただきますので、またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。